ガードシーザー議員、小泉ジャンパーがこの場をお借りしまして、朝のご挨拶を申し上げております。おはようございます。福祉局の皆様、お疲れ様です。今日も一日お仕事頑張りましょう。私、小泉ジャンパーも頑張ります。さて、長野市は、参議院選挙が終わりまして、次の選挙モードに突入しなければいけないところでありますが、市長選挙、そして市区の補欠選挙、盛り上がっているでしょうか。どうですか皆さん。10月21日は市長選挙、そして市議会議員の補欠選挙、ダブル選挙なんです。ただ皆さん、10月21日は投票に行ってくださいと私ご一緒に100%を伝えます。しかしそれにしても盛り上がらない選挙ではないでしょうか。市長に出たいと言ってくださる方、市長に出ると検討するという方おられます。この方々は市長を出て自分に立って市民の皆様に政策を公表していただきたい。そうでなければ盛り上がる選挙になるはずはありません。また現職の鷲沢市長はご自分の進展を率直に明確にしていただきたいと私小泉さんは訴えます。そうでなければ、次の選挙の、ありがとうございます、次の選挙の政策の議論が盛り上がりませんよ、始まりませんよ。私は今日はご自分の進展を早速ご自分の判断で勇気を持つ市民に示される、それこそが選挙を盛り上げ、また明日の長野市の未来を実現する道であると私ご自身のメンバー確信いたします。おはようございます。お話し申し上げておりますのは長野市議会議員小泉ジャンパーでございます。おはようございます。さて、選挙が盛り上がらないな、失礼しました。選挙が盛り上がらないなら私に言ってはいけません。松田市長はご自分の進退を明確にしていただきたいと重ねて訴えます。松田市長はご自分の進退は現実のある第三者に判断を委ねているということでありますが、そのことが市長としての出世にかなうことなのかどうなのか、ご自分で判断していただきたいと思います。そもそも、じゃあその面識あるかなって誰なんですか、そう思いませんか皆さん。長野市長を選挙を管理する方、長野市長を管理する方、それが市長の他にいらっしゃる長野市であるということなんです。そんな長野市が健全な市政を推進するということなのかどうなのか、市長は健全な市政を取り戻すという意味でもご自分の判断でご自分の進展を率直に市民の前に明らかにしていただきたい、それこそが市長としての選択であり、正式であると、私、小泉さんは訴えます。そもそもね、その正式がある方、じゃあその方、市長は名前を公表すべきじゃないですか。ご自分の無念、ご自分の政策、ご自分の進退を管理している方、それは一体誰なのか。それを明らかにできない姿勢だから、透明感がないんです。選挙が盛り上がらないんです。私は市長には重ねてご自分の進退を即刻明確にしていただきたいと、その勇気を持っていただきたいと小泉さんは重ねて訴えます。松田市長はご自身で市長としての任期は3期までが限界であるとおっしゃられてもらえた、そのご自身の言葉を実行する勇気、実行する責任感を持つ政治家であってほしい、
追い切ってタッパーそのようにぶつかります。今日はご自身のセンターについて判断を少し加速にしてきました。32選挙が終わったら明らかにすると言ったかと思えば、学議会では明らかにすると言い直しておられます。このようにご自分の現職は市長市長の実態を少し加速にすることが自分自身に頼っていることなのかと、私こういう感じは疑問に思います。むしろ所属のために自分があるべき市長について選挙の中で事業を分析して明らかにしていく、自分の政策の議論を始めていく、このことこそが自分の利益ではないか、市長としての選択ではないかと、私こういう感じは訴えます。おはようございます。お話申し上げておりますのは内部実態に取り返さでございます。おはようございます。住民途中の皆様お疲れ様です。今日も一日頑張りましょう。私こういう感じも頑張ってまいります。まず市民会館の建設の進められようとしています。また市民会館の運営委員をともに議論の焦点が打ち込めようとしております。私教育に限りまはどこにも疑問なしと聞くことができません。一つは市民会館の名前の仕方、それが一つ目です。ネーミングライツは市民会館になじまないと、私市民会館の事業体制を検討する委員会、有識者、学識経験者、こういった偉い方々が、ご自分たちだけでこのように議論の一部を得ようとしておられます。そのことが、適当なのかどうなのか、ご自身では疑問に思います。市民会館、みんなのものです。市民の意見を聞いて名前の仕事を考えましょう。市民と相談しながら名前の付け方を考えましょう。小泉さんはこのように言っています。ネーミングライツ、さまざまな議論があります。名前を付ける選手を売って長野市にお金に入る、そういうメリット当然あります。長野県民文化会館はホスト文化ホースト名前を変えることで年間2000万円収入を得ています。これを県民文化会館の維持費に当てているわけですが、39万年真っ赤な苦しみとせず、税率監督は近い企業さん、そのような承認価値のある施設についても当然ネーミング会社の導入の可能性が検討されるべきではないかと小泉さんは訴えます。ネーミングライツが絶対のものであることは私は申し訳ありません。小泉さんは、ネーミングライツに様々な理論があることも承知しております。公の施設に、企業の名前をかぶせることはどうなんだという議論、そういったご意見も当然あるでしょう。しかし、それを、一部の方々で決めるのではなく、市民と共に、ありがとうございます。また、議会とも話し合いながら決めるのが民主主義ではないか、私、小泉さんには訴えます。そもそも、長野市は今、ネーミングライツのガイドラインをどうするべきかについて、決めようとしているところなんです。ルールを決めようとしているんです。その前に、市民会館にネーミングライツが馴染まないと、議論を先走って進めようとしている教育委員会、また検討体制の運営体制を検討する委員会、既に意見も聞かず、ルールが決まる前にさっさと方向付けを決めてしまい、戸惑うが大きいが自分の理解を得られ、民主主義にかなうものかどうなのか、小泉さんは疑問に思います。
市民会館の名前、市民と一緒に考えていきましょう。ルールを作るのは、ルールができるのを待ってから話し合いを始めましょう。そういうふうになれば、当たり前のことを訴えてまいります。
この場でのご挨拶をお知らせいたします。今日も一日頑張りましょう。私、ゴールデンカンパーも頑張ってまいります。ありがとうございました。失礼いたします。